はい、皆さんおはようございます。今日なんですけど、今年ね、まあ、2022年もまたコンテストに向けて、少しずつこれから調整をね、していこうかなと思っていて、コンテストまでの、まあ、道のりじゃないですけど、エピソードシリーズっていう形でちょっと、まあ、自分のリアルなところも含めて、まあ、しっかりこうカメラを持ってもらって、いつもと またちょっと違った画角、あんまりこう自分でカメラをなるべく持たないようにして、伝えていければなと思います。で、今日は、Y4 ジムに実はこれからちょっと行く予定がありまして、ゆうきとまえちゃんとこの後トレーニングするんですけど、その前にねちょっと髪を切りに行くので、いつも毎月ちょっと自分の方が切りに行ってる、本千葉駅から徒歩10分ぐらいかなにある、ダイスバーバーズクラブさんの方に行って、髪をねしっかりこうバッチリ決めて、でその後ね、大都会の麻布十番まで、この新型ベゼルで乗り込んでね行きたいと思います。まあ麻布はね本当にすごい、やっぱり立地も良くて、ね、高級な場所というか、まあお金持ちがたくさんいるような場所っていうイメージがちょっと自分はあるので、多分すっごい車たくさん止まってると思うんですけど、まあ、またねこう普段やっぱり千葉の田舎にいるので、たまにこう東京とかに行ってね、そういうなんていうんですかね、モチベーションをこうもらうじゃないですけど、そういうところでね、また自分の、まあ、仕事だったりとか、まあなんていうんですかね、人生って言ったらちょっと大げさですけど、自分のまたこうライフスタイルの中でもっと頑張ろうっていう風に、まあ、気持ちをちょっとこう高めていきたいと思います。はい、まあ、そんな感じで今日は一日ねこうしっかり、カメラ撮って追ってもらおうと思いますので、皆さん、最後までご視聴の方よろしくお願いします。1時から一応カットの予約入れてもらってるんで、2時過ぎぐらいまで行ってもらって、でそこから、Y4 ジムの方、まあ、麻布まで、まあ、車で行って、で4時から、今日は背中のトレーニング予定です。はい、これめっちゃ美味しいんで よっしゃ、じゃあ行きますか。はい、はい。うわ、ちょっと寒いっすね。なんか今週寒いよね。うん、行ってきます。マッチョでロングバス。アクアみたいなやつ。それ作られたらかっこいい。はい、お疲れ様です。髪切りました。どうですか？かっちょいいです。でね、だいぶちょっと時間が押してて、今2時半過ぎなんですよ。で、多分高速で。セットされているタイマーはありません。らしいですよ。うるさいなこれ。ちょっとね、この後また麻布の方向かって Y4 ジムね行くんですけど、一応4時からで、ちょっと高速でギリギリ間に合わないぐらいなんで、ちょっと今から本当音速で行きます。寒いね今日。寒いです。いやでも2ヶ月ぶりに髪切ったから結構スッキリしました。はい、でもいつもより短くない？短いです。マジで怖いんだけどそれ。いや似合ってるけどね、はい、いかつくていいけどちょっと怖いもん。女性受けはしないっすね多分。まあ俺は好きだけどね、そういうかっこいい感じは、はい、いかつい感じは。いややっぱいいね。
なんだかんだ。すっきりしますよ。うん。ちょっと急ぎだけど、麻布に向かいます。はい。着替えよう。これから高速に乗ってちょっと向かうんですけど、3時42分着。で、まあ間に合うと思うんですけど、あの辺って結構、まあ、自分も車で麻布なんて行ったことないんで、初めてなんで、ちょっとパーキングがね、あるか、まあそれこそ空いてるかちょっと不安なんで、あれなんですけど、まあね、髪もしっかり切ってね、心機一転、今日は背中のトレーニングを Y4 ジムでやるんで、頑張ります。ということで今 Y4 ジムの近くのパーキングに到着したので、これからジムに行きたいと思います。でちょっとね、有機まだ来てないんで、待ちです。もうちょっと待ちです。すごいね、東京ね、なんか高級車がいっぱいあって緊張しちゃうレクサスかベンツしかないもんね。なんか水買ってねえわ。確かに。あ、なんか忘れてるなと思ったのさ、アミノさん忘れました。俺一応持ってきたけど。やらしい。入れてきた。あ、来た来た来た。はい、ということで今 Y4 ジムに到着しました。今日人生で初めて、人生で初めて今日初めてのね Y4 ジムなので、これからね背中のトレーニング、ちょっと今日まだゆうきとね、まえちゃんが今ちょうど来たところなんで、ちょっとまあ2人が来るの待ってね、入っていきたいと思います。すごいね、でもね、おしゃれですよ。まあ、ビジター通常で6000円だからね。はじめまして、市原くん、お疲れ様です。市原くん、市原くんめっちゃでかいっすね。いや、市原じゃないよ、市原じゃないよ。出浦くん、そうです。はじめまして、どうもこんにちは。一緒に食ってきた。髪の毛、あ、これじゃねえな、ワイフォージング違うよ、そこよ。今日はですね、どうも、あ、プロパンです。最近減量中よく僕が YouTube で映すのはここですよ。ここよくお腹空く場所、 D さんとかねよく来ますけど、まあ最近ちょっと仲悪いんで連絡も取ってないんですが、はい、今日すごい、
アレスのあの服臭いです。ピーしたくないって言ったじゃん。ピーしたくないって言ったやん。あ、気づいた。確かに。そう、新しくなって。ピカピカじゃん。来ない、来ない。ということで、今から突していきたいと思います。ここガラスぶち破って入っていいのかいい。やっぱ白もんですよね。2個した？3個した？そうそう、待って待って、これ取っていいんすか？はい。うわ、なんかあの匂いするね。めっちゃ美味しいガム。教員ガム、教員ガムやんけ。うるせえ。こんにちは。あ、すいません、お願いします。はい、今日何日？23か。23です。こちらお会計です。すいません。ありがとうございます。ちょっと一緒で、一緒で。一緒で、はい。はい。寒くてよ。はい、ありがとうございます。水って感じするわ。はい、はい、今ですね、ロッカールームの方に、ついていろいろちょっと準備できたので、これから、背中のトレーニングやってきます。でね、結構お客さんいたので、どこまでちょっと取れるか分かんないですけど、まあ、しっかりとできたいと思います。何も喋ってます。雪田仕事明日来てます。行こうか。はあ、なんかやってますしれば。カメラに来る。いいよ。嘘だよ。嘘だ。真面目だからちょっと。やばい。そういうの真に受けちゃう。もうお尻が。痩せカメラ回して。テスト？いい感じだよね。マジ？え？私かけないよ。じゃあ、デーラ君のチョイスか。デーラ君、ミツル、マイユ、俺の順番で。じゃあ、1種目ずつ決めるみたいな。1種目ずつチョイスして。じゃあ、最初が。いいっすか。デーラ君から。懸垂からですか。懸垂。うわぁ。できねえ。悪いわ。まずじゃあ、懸垂から。懸垂から。すごい美味しそうなものに入れてる。ちょっと長くなっちゃうけど大丈夫。これでいい。
days, and on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. ということで、ワイフォージム2時間ぐらいだよね、多分そうちょうど2時間かな、使わせていただきました。あれ三つ子の道場だね。あれ三つ子の道場じゃん。何やってんの、何やってんの。いや、これ三つ子の道場じゃない。はい、そうです。じゃあね、いつも見てるよ。頑張ってね。ありがとうございます。やばいよあいつ。やばいよあれ。この車かっこよくない？誰のですか？俺のだよ。俺のだよ。マイカーですよ。洗車しないとな。でこの前したんでしたっけ？この前あのディーラー行って点検だったのよ。ああ半年点検っていうか6000キロ行ったから点検して6000キロもう8000キロぐらい行ってたんだけどそうそうそう。左方向でお疲れした。今から、まあ、ゆっくり帰ってこうかなと思うんですけど、あのちょっとね、昔2人とあの焼肉食べに行った時にいつも結構自分編集したりとか作業する時間が多くてブルーライト の, あのサングラス使ってるんですよ。メガネか。それをね、あのだいぶ前なんですけど忘れてきちゃったんで、あのそのお店にちょっと取りに行って、でまあゆっくり今日は帰ろうかなと思います。そんな感じですかね。
東京は結構あれだよね、車の通りが多いじゃん、車線も多いしさ、あとは自転車とかも結構通るから、気をつけないとね、危ないよね。なんかいいよね、夜のこの車、このこう都心部に行ってこう走るっていうのがいいですね。いいんだよね、うん、たまにはね。何でもそうだけど、やっぱ毎回さ見てたりとかさ、ね、今日の Y4 チームもそうだけど、ずっと通ってたら多分飽きると思うんだよね。たまに行くからいいんですよね。そうそう、景色を変えるのがやっぱりリフレッシュにもなるし、それがなんかやっぱまた明日から頑張ろうっていうね、あれにもなるからさ。ゆうきたち一応減量してるからね。あ、そうなんですか。うん、でもね、あいつね本当にね、まあ俺が去年いつだ、まだね多分知り合ったのはすごい前なんだけど、深くこう関わるようになってから多分ね、ちょうど今年で1年ちょっとじゃない、多分2021年のあの年明けにエニタイムのソガで、あの、三人でトレーニングしたのが、まあ、初めてというか、その、三人でね、会ったのが。うん、そっからもう一年、去年じゃんだから、うん、もうめちゃくちゃ濃い一年だったから、本当に。もう、なんか、休みのたびに、なんか、会いに行ってたみたいな感じだったから、俺も。会いに行ってたっていうか。おかちまちのエニタイム楽しみ。そう。当時はほら、俺もエニタイム行ってたからさ。そういうね、仲間が、近くにいるっていうのが、大きいよね。ボタンを押して駐車券をお取りください。駐車券をお取りください。契約者の方は、今ですね、錦糸町のオリナスっていうちょっとショッピングモールかなにちょっと来ました。ゆうきたちがね、なんかこのフードコートでなんかご飯食べるっぽいんで、まあ、ちょっと動画でも編集しようかなと思います。びっくりした。D さんに怒れちゃう。 D さんですか。 D さんの真似で。えぇ、ー、知らないの。見たことないです。動画見たことないです。やばいよそれ、怖いよ。 D さんですか。そう。感じがの見たことない。それね、俺がやったやつ。到着しました。ドアが閉まります。ニトリ行くと家具が欲しくなる。なくない？フードコート。あ、ここじゃないわ、間違えちゃった。あった。あ、いた。すいません。向こう行っちゃった。
ガチで食ってちゃいました。じゃあまだ頼んでないの？まだ頼んでない。 お小遣い、すいません、ありがとうございます。ご飯食べた？2人とも。リューラーのプレート見てきちゃったから、さっき車で送ってきて。ゼロはマレコの食いたくない。あ、悪い悪い。お姉ちゃん、プレート食べて。前は、うん、まだ決めてないんだよ。決めてないね、ちょっと何が入ってるか。ああ、ありがとうございます。これ、いつだっけ、これ忘れた。3、4ヶ月の10月、11月、うん、やっと立っちゃう。似合う。世界でカードロー。また出てましたね。おーい。はい、ぶっかけうどんでございます。天ぷらの方に対しますね。カレーうどん弁当と釜玉がご一緒。釜玉ご一緒。1010円です。はい。おうどんとこれで1010円です。はい、これザラなかったっけ？ザラあったっけ？リチャネームだけ？あ、あっちか。まあいいや。いただきます。原料食。これ正解だよね。原料食。何の原料食？イカ。でっかいイカ。それうまいよね。初めて食べる俺。もう一つカシワ？そうそうそう。米ちっちゃくない？なんか縄文時代の米みたいな。うまい、これ。あの、この間のあったとはどっちがうまい？相当じゃん。マジ？俺も弁当食ってた。食べたんすか？うん？食べたの？おにぎりと、卵焼きとブロッコリー、うん、で、こっち来たの？うん。てっきりお腹空いてるから来たのかと思った。まあ空いてるから。でもお腹空いた。鉄バレだよ。やばい。こないだ辛いの食ったばっかなのに。つい頼んでしまった。いただきます。辛いけど、ペヤングに比べたら全然だわ。あれやばいでしょ。レイラ君も食べたんだっけ？そう、食べました。お疲れ様です。そうです。何週ですか今ね。今日あげる動画のサムネをちょっと作ってます。今ね、8時半ぐらいなんで、いつもよりちょっと遅れちゃうけど、動画あげようかな。やっぱね、少しずつだけどね、最近動画も伸びてきてるから、やっぱりここはまあ、趣味とは言いつつね、一生懸命やっていきたいなって思ってるんで。9時ぐらいですか？いや、もうね、そのまますぐ上げちゃう。うん、ライトオンは行かなくていいの？あのままエレベーターで4階行っちゃう。で、連絡通路行って。ああ、そうかそうかそうか。あ、近いか。近いか。あ、でも、ニトリの方行けばいいかな。あ、そうそうそう。例えば回してんの？カメラ回してます。回してるよ。電話だね、時間過ぎるね。確かに。やばいよ。愛してます。いいんですか？普通のクランチチョコはもう面白くないからね。帰り食べようとしてる。ちょっと違うのにしたよね。ありがとうね、今日。いやいや、逆に。助かりました。ありがとうね、今日。助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもみつるの日常を、ご覧の皆さん、もうこいつ帰ったらあダメだよ。いつもご視聴ありがとうございます。みつるの日常です。本日はですね、ワイフォージムクラシックということで、プロパンとオーバーオール、チャンピオンはジンフィットネス、アンチドーピング、今日はありがとうございました。いつも通りの動画になっちゃった。はい。まあ本当にいいトレーニングできたから。まあちょっとコンテストで、まだちょっといつにしようかなって迷ってるんだけど、
また定期的に一緒にトレーニングしましょう。来月もよろしくお願いします。お願いします。もう3月ですからね。また4月です。はい、ああ皆さんここまで見てくれてありがとうございます。あ、これもう閉めていいの？閉めんの？いや、もうちょっとでやるよ。ではまた来週ぐらいに出ますんで。はいはいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。気をつけます、いろいろと。 P は帰るか。ありがとうございます。ありがとうございました。最近全然ありがとう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。またご説明分かるね。バイバイ。ありがとうございました。マッスル、ここの地下でいいね。そうです。え？え？こんなとこでしたっけ？なんか左目がなんか疲れてるな。地下2階です。何階行ってこようかな、今度。上に参ります。トイレ。中なんでね、食べます。してないけど。お、かわいい。うまいね。ありがとうございます。おいしい。もうミッキー出た。うまい。よっしゃ、もうちょっと使いますか。なってきた。6時なんすね。ねえ、結構いい時間だよね。ありがとうございました。またお越しください。よし、帰ります。ということで、今2人と解散して、これから、まあ、家の方に帰ります。で、今日はね、まあ動画撮り始める時にも一応お伝えしたんですけど、まあ、今年、2022年、まあ、自分がそのコンテストに向けてこう、まあ、指導していくというか本格的に調整を始めますっていう、まあお話はしたんですけど、まあちょっと未だに大会出る時期がちょっと自分の中で定まってなくて、一応その去年は10月の後半出て11月出るっていう話をね、動画でさせていただいたんですけど、ちょっとねそれもまあ今考え中というか今保留で、ちょっとまあ夏ぐらいに出ようかなっていうふうには考えてはいるんですけど、まあそれがまあね8月になるのか9月になるのか、もしかしたら10月にまたなるかもしれないんですけど、まあ、それはねちょっと自分の中でこれから、まあ、4月に入っていって、なんとなく体の調整はちょっとしていくつもりなので、まあ、今日はね結構いろいろ食べちゃいましたけど、まあ、そんなに1日を通してカロリー自体は取ってないので、別に自分の中ではそのこう特別たくさん食べた日っていう風な
感じにはなってないんですけど、まあ基本レースの食事はいつも食べてるような、やっぱりこう鶏肉と、まあ、ご飯とっていうところがメインになってくるので、まあ、そこのカロリーを少しずつこう下げていって、まあ、こう4月5月6月っていう、こう1ヶ月ごとにこうまたいでいくうちに、まあ、自分の体のコンディションとか見て出る時期とかも少しずつ絞っていければなと思います。やっぱりある程度ね、こう大きい大会というか、その人もたくさん集まって注目度のあるやっぱ場所に出たいっていう自分なりの気持ちもあるので、まあ、そこもちょっと踏まえつつ、まあ、いろいろ検討していければなとは、はい、思ってますので、まあ、しっかりこうここに出るっていうのが決まったらまた皆さんにお伝えさせていただきますので、お楽しみにしていただければと思います。ということでね、なんか急にめちゃくちゃもう雪だと思うんだけど、これ雪っぽいのが降ってきて、みぞれかな、すごいね。ちょっと安全運転で、お家まで帰っていきたいと思いますので、では皆さん、またちょっとこう定期的にこういった感じで、ちょっと長めの動画になるんですけど、まあ、コンテストに向けてっていうタイトルかな、そんな感じのタイトルで動画をちょっとこうシーズンを追ってって、時期を追ってね、撮っていければと思います。よろしくお願いします。